Got my target. Heading to coordinates now. どうも皆さんこんにちは、チャバムの抹茶でございます。今回はパラディンズカジュアルマッチということで、キネスを使ってスプリットストーン採石場で戦っていきます。こちら2ダメージ、対するお相手は2サポートとなってます。それではいきましょうか。 Soldiers, prepare for battle! さあということで、今回はどうしようかな。一発必中使ってみましょうか。で、ロダとこちらの、地雷マシマシ構成でやっていきます。アイテム焼灼ですね。これでやっていきまーす。ここで始まります。やっていこう。さあさあ、いいですね。Watch this spot. I control this here. こっちからも来るか。外した。外した。さあ、大丈夫でしたね。そうそうそう。ですね。あれ落ちた。マッファーが今修行してましたが、さあどうしようかな。ミラストカップ1個でも積もうか。積んできます。早いね。4321。さあやっていこう。動きはさっきと一緒でいいと思うんですよね。先にこっちにペロリンと落として、こっちにペロリンと落として。They call me steady hands. I wish. 見えんね。当たるわ。当たるわってなんだ。さあさあ。あ、やられた。なんかめっちゃ足がそばにいましたね。全然気づいてませんでしたが。そうそう。グッドナイトしておりまして、お相手のミブちゃんですね。グッドナイトしておりまして、アッシュのウッドが入りまして、
ってましたね。味方は強かったな。さあ結果はこんな感じです。一番ダメージやっててたの味方のドレッジさんでしたね。うまかったですね。はい、ということでなんか特筆することのない試合になってしまいましたが、こんなところでおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。あ、そうだ、あやつね、今回なんだっけ、このオプレッサーマインを主軸にしたロードアウト構成してみました。なんでポイント近くにいるであろう、あのルナにも入るのかな、ダメージって。ちょっとそこは分かってないですけど、まあ足とかそのあたりには刺さりますし、馬下ろしにも使えるんでね、範囲広いんで、結構これはこれで面白いんじゃないかなと思います。まあ主流ではないですけどね、はい、先に言っておきますけど、はい、ということで今回はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。完全キャリーですね、ドレッチ君の。